おはようございます。旬代理メンバー24卒のすずです。今日は最終面接がある1日に密着していこうと思います。今は朝の10時なんですけど、3時半から最終面接があって、その前に撮影が1本あるので撮影していこうと思います。じゃあ今1本撮影が終わりました。この後3時半から最終面接なので、頑張ってください。ずっと頑張ます。それまでちょっとずっと面接の準備しようかなと思います。今回行く面接のためにそれ書いてるんですか、うん、その枚数、うん、めっちゃ書いてますよ。裏表もびっしり。何を書いてるんですか、その紙。もう聞かれるだろうなっていう質問の回答を書いて先輩に壁にするじゃん。で変えたらもう一回新しく書いて、うん、っていうところがこうなっちゃった。で今面接2時間半前、うん、緊張のほどは。緊張はしてない。どんな心境。どんな心境なんだろう。絶対受かる。おお、かっこいい。では今12時で残り2時間半面接まであるので、もう少し対策していきます。行ってきますよ。え、うわ、寒いかな。ちょっと寒いっすよ。マジで。上着一応持ってくか。じゃあ行ってきます。行ってきます。というわけでタクシーで移動ね。普段使わないよ。はい、普段マジで使わないよ。ちょっと雨なのと、ちょっと行く道にね、人混みすごいだろうなと思って、そこでなんか体調崩してももったいないなと思って、あと準備したいし、中で。確かに緊張はしてないんだよな。緊張いつ来るんですかね。会社に行って、そこの多分一室で待たされるんだよね。それ待ってる時めっちゃ緊張するんじゃない。いや確かに、あの何もできない時。うん、あ、もう着いた、駅に。ということでね、もう本当に会場着いちゃって、はい、行ってきます。行ってらっしゃい。お疲れ様です。今何点ですか、今日の面接。え、自分的には100点だよ。100点だけど、はい、あっちがマッチするとなんか思わないか次第の気がする。まあ、じゃあもう自分のできることは全部やった。全部やった。でもなんかスタートアップの方向いてるんじゃないとかって言われて、マイケル、お疲れ様です。お疲れ様です。面接終わってから今何日目ですか。面接終わってから3日目です。結果はまだないです。私の友達が文字給与受けてて、3日目にお祈りのメールが来てたのね。だから今日なんかどっちか来るかなと思ったけど来なかった。これはどっち。自分的にはどっちなんですか。受かった。面接終わった直後はやらかした、はい、終わりって言ってたんだよね。いやでもその後絶対受かったわみたいなマインドになって、いやもう終わったから受かった気持ちでいいよと思って、結果が出るまではね。昨日まだなんか不安になって、うん、なんか今なんかもう今受かったんじゃねみたいな気持ちになってるわ。あ、どっちでも悔いなしって感じ。でも電話が来てほしい、できれば。電話だったら多分受かってるんだよ。だってみんな3日とか言ってんだもん。ワンキャリアで見たの。そう。あるある。まあまあ、もう今日絶対にもう来ないから。絶対に来ない。さあ、また明日だね。お疲れ様です。お疲れ様です。結果は出ましたか。出ました。はい。結果は不合格でした。お疲れ様です。お疲れ様です。いやでも納得したわ。納得した。納得した。座ってください。はい。今の心境はどんな感じなんですか。まあそうだよねと思って。うん。次の企業頑張ろうって感じ。ああ、もう結構切り替えられてはいる。切り替えられてる。まあでも甘かったね。マジで甘かった。いやけどめっちゃ頑張ってましたけどね。あんだけ頑張って落ちちゃって、やっぱ就活ってある種残酷だなと思いますよね。そうね。またこれからも頑張るので、皆さん一緒に頑張りましょう。ゲレッツゴー。そして最終は落ちる理由みんな同じだと思うのね。でさ、この前さ、イナと最終落ちの動画撮って、はい、本当にそこに全てが詰まってると、私も全くそれだった。全く同じで落ちたから、はい、それ見て、どうか皆さんは最終を落ちないでください。はい、っていうことを伝えたい。最終面接官に見抜かれた。あ、この子多分、うちでやりたいことないんだろうなとか、キラキラとかに憧れてきてるんだろうなっていうのを見抜かれた。終わった後の LINE の一発目が悔しいあの、ね、最終面接直前カツ入れ動画も撮ったじゃん。そこでもなんかさ、2人がさ、そこの企業に行きたい気持ちを固めるために、その企業のことをめっちゃ調べるって言ったけど、私何もしてなかったんだよ。
自分のことしか知らなかった。自分が話す内容、学知化とか、なんかビジョンとかちゃんと話せるかなっていうのだけで、その企業にめっちゃ行きたいっていう気持ちは多分そこまでなかったんだろう。今思い返せばって思うよね、うん、だからその時はさもうベストを尽くしたと思ってた、まあ、そうそうそうやることやったと思ってたし、ね、そうそうそう実践大事じゃないですね。実践大事、ね、やってみないと分かんない、はい、もっとやらなきゃいけなかった、このレベルまで上げなきゃいけなかったんだなっていうのが分かって、でもめっちゃいい機会だった。この選考があったおかげで自分のことはめっちゃ話せるようになった。そうですね、だから一緒にやったものはその企業へのちゃんと愛を深めて向き合っていくだけ、うん、次頑張ります。はい、頑張っていこう。待ってね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。今皆さん就活大変な時期かと思いますので、期間限定にはなってしまうんですけれども、旬代理サイトに登録してくださった方限定で公式 LINE の方で就活お悩み相談を受け付けたいというふうに思っています。サイト登録っていうところでちょっと手間をかけてはしまうんですけれども、公式 LINE の方からお悩みであったり不安な気持ちを吐露するであったりしてくれたらなと思います。基本的には就活太田先輩がそのお悩み相談に答えるような形で返信するんですけれども、お悩み相談だけじゃなくて不安な気持ち共有したいみたいな人もいると思うので、そういう人には私の方から返信できたらなと思っています。詳細は概要欄にあるのでぜひそちらからチェックしてみてください。もう本当にあと一踏ん張りだと思うので、ぜひ皆さんこれからも頑張りましょう。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。